はい、タンタンです。うちの方で、まあ、最近ちょっとこれから力を入れていこうかなと思っているエレキ分野で、こちら、新たにねちょっと新品の方をお取り扱い始めさせてもらった、こちらバッカスブランドですね。これもヘッドウェイの方にも行きまして、まあ、ディバイダーさんの方で、こちらをエレキの方も見に行ってきまして、でその中でいくつかこういった形で、うちの方でもお取り扱いをさせていただけることになりました。で、まあ、今回第1弾でいくつか、まあ、入荷してるんですけれども、でまずはこちらですね、クラフトシリーズになるんですけれども、そちらの、BST の100ですね、モデルになります。で、まあ、その中でもこれは、メイプルシバンの、まあ、50年代ストラト風ですね。これなんかは完全に黒メイプルなんで、いわゆる、まあ、ブラッキーな仕様になるんですけれども、いくつかパターンがあるんで、ちょっと後でまた他のやつもご紹介したいと思いますね。シンプルなスタートで使いやすいですね、すごくね。で、作りがね、バックス非常に綺麗ですね。丁寧に仕上げられてますし、まあ、細かいところまで本当に丁寧で、フレットなんかの処理もすごく綺麗にやってありますね。エッジの処理もそうですし、フレットの面の処理も本当に綺麗で、このなんて新品でそのまま買って本当に直でそのまま使える状態で出荷してくれてる感じがすごくします。でこのクラフトシリーズについては、まあ、元々のね、これよりも上のラインナップ、ハンドメイドのシリーズとかよりも、まあ、コストダウンはやっぱり測ってるんですけれども、まあ、クオリティはね、やっぱりなんかそんなに落とさずにしてるなという印象はありますね。はい。で、これが黒のメイプルシバンのモデルになってまして、まあ、今回入荷のモデルにはあとこれの他にですね、同じメイプルシバンのツートーンサンバーストですね。こんな感じの、まあ、完全にクラプトンっぽくなっちゃってますけど、まあ、ブラグミーですね、いわゆるね。こんな感じでメイプルシバンのモデル、まあ、このメイプルシバンのモデルに関してはワンプライの白のホワイトのピックガードが標準でついております。こんな感じですね、はい。それとあともう一つ、BST100 のシリーズでもう一つこちらですね、60年代風の、スリートーンサンバーストの、ロードシバのモデル、こちらも今回入荷してございます。で、60年代風のやつなんでやっぱり、ミントパーツ使ってますね。この辺の雰囲気もすごく良くて、まあ、結構トラディショナルなシリーズで、今までの、まあ、オリジナルの、ね、フェンダーの雰囲気に結構近いところもありつつ、バッカスの、ね、仕上げの良さとかそういったところもうまく出しつつという感じで、非常にバランス取れて使えるモデルかなと思います。こんな感じですね。サンバストの雰囲気もすごくいいですよね、うん、こういう感じになってます。でね、ネックの方は、両方とも普通の U シェイプですね。あの50年代風のやつも特に、V シェイプとかにはなってないので、演奏性はすごくいいかなと思います。という感じで、よいしょ、
そうですね、今回、BSD100、これからまたいろんなラインナップも増やしていったりとか、他のモデルも増やしていったりとかでしていきたいと思ってますんで、これからまたバックスの方ですね、展開をいろいろやっていきたいと思ってますので、ぜひぜひ、皆様お楽しみにしていただければなと思います。店頭にね、こうやっていくつか並んでますんで、この良さをね、ぜひ知っていただくためにも、一回ね、もしお近くの方いらっしゃいましたら、お店に来て手に取っていただきたいなと思いますので、バッカスのこちらはまず最初は、BSD100 ですね、ストラトのシリーズになります。こちらの方ぜひ、よろしくお願いいたします。それではタンタンでした。